湯戸の山の神社は、山形県西村山郡西川町本堂寺にある神社である。元は本堂寺という神言集寺院であり、全国の他の湯戸の山の神社と区別するため、口の宮湯戸の山の神社とも呼ばれている。旧社格では無格者、湯戸の山の祭神である、大山積神、大名討ちの命、つくなびこなの命の三神である。つくよみ命、 伊手鏡を廃止する。明治初頭までは、神仏集合の主原道の山、では三山湯戸の山派の別当寺四家寺の一寺である、月光山本道寺であった。神社の由来によると、本道寺は、大道四年に、湯戸の山に参拝した空海によって回帰された。空海は、この地にて霧の中で光る老木から、大日如来と大黒天二体の仏像を作り、 異様に安置したという。この地を旅立つ際、空海は、重曹の一人に対し、ここは、湯戸の山大権現へと通ずる本堂である。汝は、私の代わりに、ここを守り、湯戸の山への実月の大参を行うべし。さすれば大権現の霊言が世に現れるだろうと、言い残したという。当初は、二体の仏像が安置されたよう、月光山光明院と称した。その後、 天朝三年に、湯戸の山大権現を勘定して、伽藍が作られ、これ以降月光山本童寺と称し、湯戸の山四家寺となった。本童寺は空海の遺訓もあって、四家寺の性別堂として、湯戸の山の中心的な別棟寺となった。本童寺は歴代の領主にも崇敬された。古くは大江市の流れを組む佐賀氏、市、ついで最上市の崇敬を受けた。江戸時代には、 はり十八軒、桁六十八軒という東北一の大伽藍を誇り、湯戸の山として、徳川市の七祈願所の一つ、直居による直願寺にもなっていた。では散々参拝の本堂とされたため、本堂寺を通る六十里、古市街道には多くの行者が行き交い、街道沿いの集落は夏の稼ぎだけで遊んで暮らせたほどの繁栄を誇った。明治元年、 本堂寺の周辺は、母神戦争の戦場となった。天道藩を陥落させた後、この地に進出した薩摩藩、尾張藩を中心とし、教順した東北諸藩を従えた、新政府軍と、将内藩、桑名藩による、旧幕府軍との間で戦闘が行われた。旧幕府軍の敗走後、本堂寺は、将軍家の祈願書であったために、新政府軍の攻撃を受け、 大伽藍を焼き払われてしまう。さらに、明治7年に、神仏分離令が発生されると、本堂寺は事後を廃して、口の宮湯戸の山の神社となった。母神戦争の際に焼き払われた伽藍は、常在により、明治22年に廃殿や本殿として再建されたが、その規模は、王子に比べて大きく縮小された。1877年、山形県初代県令。 三島道継により、口の宮湯戸の山の神社から分霊され、県庁主語として、山形市、旗子町に県社湯戸の山の神社が建立された。旧県海域児童裏に現存する湯戸の山の神社は、これに由来する。なお、神仏分離に際し、戦災を免れた、本堂寺の寺法は、では散々から分離した、大日坊、締寺の二寺をはじめ、縁のある、 所持委員に引き取られたが、その後、散逸してしまったものが多い。例えば、本堂寺の二王像は、河北町にあった、未六院に引き取られていたが、1905年に仙台駅前にある仙台ホテルが建て替えした際、未六院が同ホテルに売却した。2005年に仙台ホテルの所有者、運営者が変わり、全面改装することになったため、 同年11月15日に口の宮戸の山の神社に寄贈され、現在は廃殿に安置されている。その他、1989年に空海座像を栃木県内の古美術省から買い戻している。ありがとうございます。